はい、はい、こんにちは。はい、皆さんこんにちは。ゆりんこ沖縄の時間です。私パーソナリティのトーマと申します。この番組は私トーマがセラピスト活動をしていた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginoan.com です。また FM ギノアンではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノアンのホームページから見ることができますのでチェックしてみてください。ツイキャスはツイッターも連動しておりますので、たくさんのコメントやリツイートもよろしくお願いします。またスマホで聞く場合はリッスンラジオというアプリがありますので、そちらをダウンロードして FM ギノアンを探してお楽しみください。それではこの後5時までお付き合いください。一旦 CM を挟みまして始めていきたいと思います。それでは一旦 CM です。はい、ゆりんこ沖縄をお送りしております。この番組は私トーマがセラピスト活動をしていた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。はい、ということで今週も始まりました。先週はですね、ちょっとすいません、僕の仕事の都合でお休みをいただいておりました。今日のスタジオはですね、とても天気が良くて、なんかいよいよ暑くなってきそうな、なんか雰囲気ですね。最近台風とかあって、なんかね、曇り空とかね、肌寒い日も結構続いてたんですけど、今日はとっても気持ちいい感じでね、すごい清々しい感じになっております。ということで今週も、アシスタントは渚さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、2週間ぶりぐらいですかね。はい、そうですね、はい、なんかあっという間ですね。あっという間です ね2週間空いてるような気がしない、うん、途中でどっかで会ったりしてないですよね。会ってないですね。はい、どうでした、2週間何かありました？そうです、なんか慌ただしいというか、はい、あ、そっかそっか、うんうん、そうそうそう、お仕事とかね、うん、僕も結構慌ただしい、うんうん、ちょっと日々があって、うんうんうん、ちょっとね、最近介護の会社のね、うん、事務関係を少しやるようになって、うん、ちょっとね、仕事がいろいろと忙しくなってきたんですけどね、うん、まあ、そういう関係もあってね、うん、ちょっと、うん、先週はちょっとね、うん、お休みしました、うん、はい、まあまあ、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとひかるさんから早速
コイン、うん、あ、ヒカルさんコインありがとうございます。早速コメントがね、今週末もしかしたら沖縄台風3号みたいっすって。え？え？早いっすね。あのちらっとね3号みたいなのは何かで見ましたね、うんうん、なんか台風大丈夫でした？渚さんはそんなに影響ってありました？あ、うち停電しました、ね、あ、本当に、はい、結構停電するところ、うん、全然停電しない地域だけど、あ、そっか、に僕西原町なんですけど、うんうんうん、本当普段あんま停電しないんですよ、うん、でも今回はまあちょっとたまたま運悪く、うん、その一帯が、うん、うん、その一帯がね、なってし、うん、あの停電になってしまってね、うんうん、僕は少し影響あったんですがね、うん、結構ねあの内地の方でも、うん、内地がすごいみたい、そうそうそう、ね、結構な被害が出てるみたいで、うん、本当に、台風甘く見れないと思うのでね、沖縄の方が軽かったよね、うん、うんうん、と思います、うん、まああの台風3号っていうねあの、うん、ことみたいだから、まあ来るか来ないかまだわからないかもしれないけど、うんうん、まあ気を引き締めてね、うん、はい、あの観葉植物とかね片付ける人、うんうん、多いと思うんだけど、ね、ベランダの、本当うちもやった。やりました、うんうん、うちはもう観葉植物枯れてたからそんなにいいんだけど、まあ、まだその気はあの抜けない状況ですね、うん、今週はね、うん、さて今週はなんですけど、テーマをねタバコのやめ方っていうことで、うん、行こうと思ってます。あの僕最近喫煙者だったんですよ、うん、ちょっとだけ、うん、ね、うん、どれぐらい喫煙者でした？1ヶ月間ぐらい、うん、そう最近ね喫煙者だったんですよ、うん、あの15年ぐらい前に、うん、あの本当僕が30ぐらいの時に、うん、僕はタバコ1回やめてですね、うん、で今40をちょっと過ぎたところなんですが、うん、あの久しぶりにタバコを吸ったりしてたんですよ、うん、まあ、それどうしてかというとね、うん、ちょっとねお友達がねあの紙巻きタバコって言って、うんうん、自分で、うん、あの市販されてるあのねこの専用の薄い紙に、うん、フィルターとタバコの葉っぱをですね、うん、こう刻まれた葉っぱをセットして、うん、くるくるくるって巻いて、うん、こう縁についてる糊をペロって舐めて、うんうん、こうキュッと丸めて締めて、うん、吸うみたいな、うん、なんかそういうあの自分の手で巻く紙巻きタバコね、うん、まあやってたんで、あ、面白そうと思って、うんうん、このね一口吸わせてもらったんですよ、うん、そしたらあ、うまいなと思って、うん、あ、こんな美味しいんだと思ってね、でまた紙自分で巻いてるもの、うんうん、あのこのなんていうかな、作業っていうか、そう自分でね、そう、その作業その作業が面白そうで、うんうん、あ、めっちゃやってみたいと思って、うんうん、で僕あの15年ぐらい前にあのタバコやめてはいるんですけど、だいたい年に1本か2本ぐらい吸ったりしてたんですよ、うん、それなんでかっていうと、うん、あの全然もうニコチン中毒ではなかったけど、うん、こうすごく飲み会で楽しくなってる時とかに、うん、なんか美味しそうに吸ってる人がいたら、うん、あ、なんか今吸うとすごく楽しい気分になるだろうなみたいな、うん、っていう時に、うん、あ、すいません1本もらっていいですか、うん、つってあの、うん、吸うことがたまにあったんですよ、まれに、うんうん、だからこのね紙巻きタバコも一応1本吸わせてもらったら、うん、そんななんていうかすごい美味しかったしね、うん、あのそれでねもう翌日、うん、早速タバコ屋さんで、うん、あの葉っぱと、うんうん、揃えて、そう紙とフィルターと、うん、そうライターと携帯灰皿ですね、うん、あの買って、うん、もう巻いてみたら、うん、面白くて、うん、これがうまく巻けないんですよ、うん、やっぱり、うん、フィルターを
フィルターと葉っぱを紙で巻かないといけないけど、うん、あのやっぱ綺麗にやらないとフィルターと紙の間に隙間ができて、うん、なんかあの強すぎたりね煙がして、うん、なんかこのなんだろうこの技術が上達する楽しさみたいなのがあって、うんうん、なんか楽しくてね、うん、吸ってましたね、うん、で、あ、なんかいろんなフレーバーがあるのかな。あ、もう葉っぱもめっちゃいっぱいあって、うんうんうん、そう僕はあまりねあのなんていうのかな、うん、一応タバコって体に悪いよっていう話があるじゃないですか、うんうんうん、でそういう中でもこのなんていうのかな、うん、あのよくわからない化学物質はやっぱ、うん、吸い込んだら怖いなとか、うん、あの思ってですね、うんうん、まああんまり匂いのついたものを選ばずに、うん、そのままあのなんていうオーガニック系のですね、うん、あのフィルターと、うんオーガニック系の紙と、うん、オーガニック系の葉っぱ選んで、うん、まあ吸ってましたね、うん、でもねフレーバー付きのやつもすごい美味しそうでね、うん、いつか吸おうと思ってたんですけど、うん、ちょっとその前にやめちゃいました、ね、うん、うん、でヒカルさんちょっとコメントが来てますね、うん、水タバコは経験ありますか。僕はありませんって書いてありますけど、うん、水タバコもちょっと結構興味ありですね、うんうん、あれ水タバコってさ飲み屋とかで外人が吸ってるやつだよね。あ、そうそう、あれブクブクブクってやってるやつ。ブクブクってやつ。おー、茶炭なんかいっぱいあるよね。うん、よくあるある。あ、吸ったことあります。あるある、うん、あ、本当、うん、あ、吸ってみたいなと思って、うん、ね、こちらの FM ギノアのキャンさんに先日、うんうん、タバコのことについていろいろ教えてもらって、うんうんうん、もうすごい面白くて、うん、もうキャンさん本当に趣味の人だから、うん、あの水タバコとか携帯しててね、うん、面白そうと思って、うん、ね、話聞いたらあれは、うん、あれはこの水をフィルターとして吸うタバコらしいっていうことでね、うんうん、まあいつかやってみたいなと思ったね、うんうん、そう、そんでまあタバコをそうやって始めたんですけど、うん、でもね15年もやめてたものを、うんうん、まあ面白そうだからとかって言って、うん、なんていうかこんなにさ、うん、なんていうの1ヶ月も吸えるかなっていうかさ、うん、あのわざわざ買ってきてやるかなって、うん、後から考えてね、うん、でちょうどね2週間ぐらいかな、うん、1、2週間ぐらい経って思い返してみると、うん、その時はねそのタバコを始めた時って、うん、僕結構ストレス溜まってたかもしれないなと思って、うんうんうん、仕事のプレッシャー的なこととか、うん、いろいろねかかってたなと思って、うん、あ、それで自分ではそんなに意識してないけどね、うん、やっぱりやめてたけどこうタバコを吸うことで自分はこうバランスを保ってね、うん、なんていうかなうまく乗り越えたのかなと思いますね、うん、すごい、うん、超珍しい Facebook ライブでコメントがつきました、うんうん、あずさ山田さんこんにちは、ありがとうございます。仕事の重圧によりタバコやめるどころか本数増えました、うん、あ、なるほど、もう気持ちはよくわかりますとか言って、まあ、一応これから喋るんですけどタバコは、うん、その脳の、うん、あの快楽物質も出すんですけど、うん、まあ同時にこの不快感も生むのでね、うん、そうネガティブな方面もちゃんと見てみると、うん、まあやめたりしやすいかなとは思いますね、うん、まあ、ただねそこまでタバコが害悪とはそんなに僕は思ってなくて、うん、別に身近な人が吸ってても一応いいのかなと思いますね、うんうん、まあ吸いすぎなければね、うん、いいんじゃないかなと思いますね、うん、で、うん、で渚さんも、うん、で これラジオで言ってるのかな。ああ、うん、いいよ。あ、一応吸われるそうで、吸う電子タバコ今ね、はい、うんうん、いろんななんかねフレーバーとかってね、うん、めちゃめちゃ楽だけど、うん、別にやめてもいいんじゃないかなと思ってんだけど。あ、本当ですか。あ、で話聞く。あ、そうですか。
一応気分転換にめっちゃいいよね、うん、はい、いいけどなくてもいいのかもしれないしね、うん、ないならないなりなりの気分転換とか、うんうん、そういうのがまあもちろんできると思いますね、うん、じゃあじゃあタバコのやめ方、うん、いきますか、うん、僕ね実は、うん、まあこれラジオで、あ、まあいいや、あのね、うん、僕若い頃から結構、うん、あの20代の頃から、うん、だいたい30まで、うん、あのタバコ吸ってたんですよ、うん、で、うん、少し薄いタバコ吸ってるやつは、うん、根性が足りないじゃないけど、うんうん、あの少し重いの吸ってる方が男らしいなとか、うん、変な思い込みもあるじゃないですか、うん、だからなんか普通に軽いタバコは選ばなかったし、うん、あとね、うん、やっぱ美味しいの追求したかったから、うん、美味しいの探してたし、うん、それでねキャメルマイルドっていうすごい美味しいタバコがあったんですけど、うん、当時、うん、今はなんか味が変わってるなと思うんだけどね、うんうん、まあ結構ねもう1日1箱とか吸ってたんですよ、うんうんうん、まあ初めて吸った時ってね、うん、おえってなるじゃないですか、うんうん、ゲホゲホ、うん、はい、でも、うん、我慢して吸っていくと、あ、なんか美味しいかもみたいな感じで感じるようになりますよね、うんうん、まあ、僕もそういう経験を通して、うん、ニコチン中毒者になっていったわけですけど、そう、だから結構吸ってました、うんうん、1日、へ、それをやめた方がすごいね、その長い間吸ってたのをね、そうですね、何かきっかけがね、でもね、これやめ方があるから、うん、僕やめれただけで、うん、実はこの、うん、吸い始めてから、うん、この30で1回やめるまでに、うん、何回か禁煙失敗してたんですよ、うん、一応なんかね体に悪いだろうし、うんうんうん、で学生時代に比べて、うん、その社会人になると運動する時間が極端に減るし、うん、なんかの時に全力疾走というか走ってみると、うんうん、あ、自分体力落ちてるなって思うことも あるわけですよ、うんうん、そんな中で、うん、あ、タバコってマジで心肺機能落ちるなみたいな実感もあったから、うん、やめたいなと思ってね、うん、若い頃、うん、それで何回か禁煙やってみたんだけど、うん、もうことごとく失敗でね、うん、そうそう、うん、まあそれが貴重な経験にはなるんですけどね、うん、まあそういう感じでした僕は、うん、あ、ヒカルさん、お二人さんは初めてタバコを吸ったきっかけは何ですかと。僕はねやっぱ友達が吸ってたし、うん、親父も吸ってたし、うん、あとかっこいいかもみたいなイメージもありましたね、うんうんうん、そうだね、友達とかが吸ってたから周りが、うん、うんうん、ね、ありますよね、初めは、そうそう、うん、で、まゆゆさんこんにちは、うん、トーマさん、なぎささんこんにちは、確かラクダのイラストですよね、そうそうそう、うん、黄色っぽいね、キャメルマイルド、うん、美味しかったですねあれは。まあ禁煙したことあります？禁煙も、うんうんうん、何週間とか、うん、やっぱある程度やったら復活しますよね。そうだ、吸わなければ吸わないで大丈夫なんだよね。ああ、そう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 。全然。そうそうそう。なんだけどね、うん、僕その若い頃は、うん、もう普通に何回か失敗してたんだけどね、うんうん、もうよく覚えてないけど、うん、もう1週間も我慢できたらいい方じゃないかな、うん、まあすごい意志が弱かったわけですよ、うんうんうん、でも僕ちょっと本格的にタバコやめなきゃって思うきっかけがあって、うんうん、まあ父が肺がんで亡くなったので、うん、やっぱいろいろ考えるじゃないですか、うんうん、母も悲しむし、うん、それで、うん、もうしっかりやめようと思って、うん、もうめっちゃ調べたんですよ、うん、タバコのこと、うん、そんで、うん、その当時すごく世界中で有名な禁煙セラピーだっけ、うん、なんかそういう本がありますよ ね、うん、でその本をうまくまとめたブログが当時あって、うんうん、今探してもなんかヒットしないからちょっと思い出せないんだけど、うん、卒園ブログだったかな、うん、なんかすごくねいいブログがあって、うん、なんで
タバコを吸うようになるかとか、うんうん、なんかなんでやめれないのかっていうのをすごい説明してくれたね、うん、あのサイトがあったんですよ、うんうん、ほんで、うん、まあそれですごい勉強してやめれたんですけど、うん、ヒカルさんもね、おっしゃるように、うん、こうタバコを吸ったきっかけは何ですかってね、うん、聞かれてましたけど、うん、そのねきっかけがあるんですよ、うんうん、でそれはなんでかっていうと、うん、タバコってそんなに悪いものじゃないっていうイメージがあって、うんうん、もちろん悪いは悪いんだけど、うん、いやでも俳優も吸ってるし、うん、映画に出てくる主人公も吸ってるし、うん、なんか昔はね、うん、多分ドラマの中でもかっこよく吸ってただろうし、うん、つまりね映画とかのかっこいいシーンとか、うん、まあ普通に、うん、登場人物が吸ってたから、うん、タバコって別にそんなに悪いものじゃないっていうイメージが、うん、もう僕たちは刷り込まれてたんですね、うんうん、でこれはたまたまそうなったんじゃなくて、うん、タバコ会社もタバコ売りたいから、うん、セレブの人に、なんていうかな、うん、PR を依頼したり、うん、ね、映画でも使われたりとかしてたわけですよ、うんうん、だからそういうマーケティングが成功して、うん、なんかタバコかっこいいっていう、うん、ことを、まあね、うん、男は特にそういうのを受け取ってたと思いますね、うん、なんか大人のなんかたしなみ、うん、大人の象徴みたいな、うんうんうん、それでちょっと悪いんだけどかっこいいみたいな、うんうん、そんなイメージが刷り込まれているんですよっていうのを、うん、そのブログで初めて知ったんですよ、うん、あれみたいな、うん、いつの間にか洗脳されてたんだみたいなねかっこいいみたいなね、そう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 、で洗脳に気づくと、うん、ショックがあるじゃないですか、うんうんうん、結構、うんうん、みたいな、うん、好きでやってたと思ったりしてたけど、うんうん、あこれは誰かに入れられた、うん、思考なんだ、うん、みたいなね、うん、まあ、そういうショックもあってね、うん、まあ、この仕組みをいろいろ知っていったんですけどね、うん、そうタバコってね実はそんなにねちょっと軽いイメージを持ってるかもしれないけど、まあ、れっきとした僕は麻薬と思っててね今、うんうん、なんでかというと、うん、やっぱ中毒性があるんですよ、うん、で繰り返し摂取して、うん、だん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 その感じる快楽とかがだんだん減っていくんですよ、うん、だから本数とか時間を長くしないと、うん、その初めに感じていた快楽を感じられないから、うん、だんだん本数も増えるし時間も長くなっていくという感じで、どんどん一応中毒性が増していってね、うん、ほんでやっぱ肺っていうのは、うん、このそのニコチンタールを排出できないとかって聞いたことあるんですけど、うんうん、やっぱ肺にダメージが蓄積するんでね、いやこれはもう体にも良くないだなと分かったわけですよ、うんうん、それでこの禁煙セラピーの作者が言ってたのか、うん、このブログの主が書いたのか、うん、覚えてないけど、うん、こういうのれっきとした麻薬ですよと、うん、麻薬って見たことないけど、うんうん、イメージするのは、うん、なんか何かしらかが溶け込んだ何かを、うん、注射器で刺して、うんうん、ほげーと、うんうんうん、気持ちが良くなってるみたいなねあんなイメージするじゃないですか、うん、でタバコっていうのはこの火つけてる時とかさ、うんうん、いうのはこの麻薬をこう準備してる、ね、うん、段階で、うん、吸ってる時っていうのはまさに注射器刺してる姿で、うんうん、ですよと、うん、そういうのって、うん、その注射器とか子供に見せたいと思わないでしょ、うん、でも、うん、タバコっていうのはイメージ戦略が成功して、うん、ちょっとむしろかっこいいとすら思われてるから、うん、なんていうの人前で吸ってもいいと思ってるでしょみたいな、うんうん、あそう言われたらそうだなと思って、うん、そう考えると麻薬かみたいな、うんうんうん、そういう考えになって、うん、なんかさらに禁煙しやすい
なんかな、うん、知識が増えてね、うん、そうそうそうだったんですね。ヒカルさんコメントありがとうございます。昔同僚が沖縄出張で上司にお土産でバイオレットやウルマを買ってきていて、うん、匂いがすごかったと、うん、わかるハイトーンとかね。そうそう、ハイトーンは結局僕は吸わなかったけど、うんうん、お金のない学生時代とかさ、うんうん、もうバイオレットとかウルマとかめっちゃ吸ってましたね。タバコ農家さんも売れることで経済回るからねと、うん、そうですね、うん、だから一応やっぱり一大産業ですからね、うんうん、あのやっぱあの広告戦略とかね、うん、やっぱあるわけですよ、うん、その結果僕たちは、まあタバコになんだよね、うん、あのちょい悪親父的なイメージを持つわけですよ、うんうん、そして買うわけですね、うん、まあまあそういう戦略があるからなので一応吸う下準備みたいなのってもう結構あって、うん、映画のイメージ戦略とかでね、うん、成功していたということですね、うん、まあそれで吸ってみたら、うん、まあ普通はむせるわけですね、うんうんうん、でそれは体の正直な反応なんですよ、うんうん、煙って肺に入れたら害があるから、うん、人体は、うん、吐き戻そうとして、うんうん、おえってなるわけですけど、うんうん、でもそれをね我慢して吸ってたら、うんうん、いいじゃんみたいな、うんうん、なんか吸えたとか、うん、気持ちいいとか、うん、なんていうの美味しいとかね、うん、感じるようにだん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 こうタバコの味を分かるようになっていくわけですね、うんまあ、でも忘れちゃいけないのが、うん、初めて吸った時の反応、うんうんうん、思い出してみようよと、うん、あれが、うん、その煙に対するこう人体の、うん、反応ですよと、うん、あれが正しい反応であって、うん、吸えるから OK じゃないよっていうことも、うんうん、ありまして、うん、あそうかとそうだよなと、うんうん、僕も当時は結構タバコ大好き、うん、結構タバコ好きでしたよ、うんうん、美味しかったしね、うん、まあでもやめたいからこうやっていろいろ情報を集めてたら、うん、なんかやっぱ知識ってすごく偉大で、うん、いろんなことに気がつきましたね、うん、うんうんいかに、うん、そのなんていうかな吸わされてたっていうとちょっと、うん、責任転嫁に聞こえるんですけど、うん、吸いやすい環境が、うん、できてたんだなとかね、うん、まあそういうのいろいろ分かったわけですよ、うんうん、じゃあ、うん、うんうん、具体的にどうやってやめるかっていう話ですよ、うんねうんそうですね、これ一旦 CM 挟んで後半お届けしていきましょうかね、うんそれでは一旦 CM です。
はい、ゆりんこ沖縄をお送りしております。この番組は私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組は YouTube ライブやツイキャスでも配信されておりますので、 FM ギノアンのホームページをチェックしてみてください。またメッセージも募集しております。メールアドレスは 797@fmginoan.com 797@fmginowan.com までよろしくお願いします。それでは後半をお届けしていきたいと思います。今日のテーマはね、タバコのやめ方ということでお話ししております。はいはい、はい、ねちょっとね前半で、うん、まあちょっと、うん、まあタバコをなんで吸うかっていう背景みたいなのとかね、うんうん、ちょっとお話ししましたけどね、うんうん、OK、じゃあじゃあ具体的にどうやってやめたのみたいな話をするんですが、ちょっと待ってくださいよ。できてるかな。はい、じゃあちょっといきます。タバコってさ、まあタバコっていうか、まあニコチンね、ニコチン中毒になるわけですけど、人間って、じゃあどうやってやめたらいいんだってなるじゃないですか、みんなタバコやめようと思ったら大体失敗してると思うわけさ、禁煙失敗すると思うんですよ、で僕も禁煙失敗してたんですけど、でもね禁煙僕の中ではね、禁煙に失敗してない人って、多分タバコやめれないと思うわけ、何回か失敗してるからやめれる気がするわけ、まあまあそういうのも話していきますね、まずタバコってさ、吸った時は、このニコチンがね、もう速攻脳に行って、なんだっけな、ドーパミンっていうのが出るわけ、なんかね、まあ気分が落ち着いたりとかする、脳内物質ですよ、それが出るから、やっぱなんていうかね、仕事の合間とかの気分転換にもなるし、いいよって思うじゃないですか、ところがね、ニコチンが体内から消えていくとともに、ドーパミンも消えていって、そしたらだんだん体がもう一回ニコチンよこせよって、うずうずするわけ、つまりタバコ吸いたくなるわけですよ、そしたらこのニコチンを切望しだすとね、イライラがたまるの、だからニコチン取った時は気持ちを落ち着かせてくれるけど、ニコチンが切れたらストレスが溜まる仕組みが体の中に出来上がっちゃうわけ、だから、なんか心のまあなんていうかな、安らぎにいいと思いがちだけど、実はいやでも切れたらイライラするじゃんみたいな、だからプラスもマイナスもあるんで、ちょっとそれはね、どうだろうと、いいところばかりじゃないわけですね、ストレスも生むものなんですね、で、今言ったようにニコチンが体内から切れてくると、その、まあ、禁断症状みたいにね、ニコチンくれよって体がすごいうずうずするわけですよ、そこが問題で、そう A さんこんにちは、錦鯉風にって書いてあるけど、コメントありがとうございます。これあれ、パクパクあれニコチンくれよって、まあまあいいや、そう体が切望するから、なんていうかな、タバコってなかなかやめづらいですよね、ところがね、例えばだけど、そうだな、例えば旅行であったり、仕事の研修であったり、何かしらの何て言うかな、仕事とか用事とか、何かその長時間拘束されたりするような時に、何時間もタバコ吸えない時あるじゃないですか、んで気がついたら半日吸ってなかったとか、あ1日吸ってないなとか、そういうことって稀にあるじゃないですか、喫煙者でも、
実はね、うん、ニコチンって体内から消えるの結構早いんですよ。ほんで1日どれぐらいかな、ちょっと確かね、うん、1日経つとだいぶなくなってるんですよ、もう体の中から、うん、もうほぼないみたいな、うん、だからもう1日2日我慢したら、うん、理論的に禁断症状って起きないわけですよ、うんうん、体が、うんうん、うおニコチンくれって言って、うんうん、うずうずしてイライラしたりすることは本来はあまあ理論上はないと、うん、でもあの1日2日我慢したからといってやめれるものじゃないじゃないですか、うん、また吸いたくなるじゃないですか、うん、これはねそっから先はニコチンの問題じゃなくて、うん、実は習慣の問題になってくるんですよ、うんうん、習慣っていうとまあ例えばご飯食べた後とか、うん、仕事でだいたい1時間ぐらい経った時とか、うんうんうん、あとはまあ朝起きた時とかね、うんうんうん、必ずルーティン化ごめんなさい必ずっていうか、まあ、ルーティン化してるのがほとんどですよね、うん、でお昼休憩の時とかはあのコーヒーとかと一緒に、うん、あのタバコを楽しんでみたいな、うん、ある種のそのパターン化になってるんですよ、うん、だから昼ご飯食べた後とか、うん、朝起きた後とかなんかねタバコを吸いたいなみたいなタイミングがやってくるんですよ、うん、これはねニコチンの禁ニコチンが切れる禁断症状じゃなくて、うん、ただ単に慣れ親しんだ行動だから、うん、もう一回やりたいっていうだけ、うん、つまり習慣なんですよ、うん、あちょっと待ってね、うん、そうそう習慣になってるんだよっていうことなんですね、うん、だから実は結構ね、うん、タバコをやめるときっていうのは、うん、なんていうのかな、うん、ニコチン中毒だからやめれないっていうかは、うん、ただ単に習慣に勝てないっていうだけのことが多いんですね、うんうんうん、ということです、うん、ナルトラさん、あ、お疲れさんです。あのコメントありがとうございます。タバコやめてもう5年になりますと、あ素晴らしい、うん、すごい。自分は妹が白血病になって骨髄移植ができるようにするために5年前の誕生日でスパッとタバコをやめました。あ素晴らしい、うん、やっぱ理由があると、うんうん、なんかいろんなのを乗り越えられますよね。ヒカルさんコメントありがとうございます、うん、子供がタバコを食べたらニコチン中毒で胃の洗浄で、うん、鼻から活性炭素を入れて処置するらしいけど苦しいみたいですね、うん、と。子供の近くにタバコは置かないでねと。 ありがとうございます、うんね、一応食っても猛毒らしいですね、うんうん、まあまあ一応そう 毒だと思いますね、うんうん、そう毒明らかな毒物ですね、うん、でもねこれって結構国の収入源になるから、うんうんうん、そう国のね、うん、収入になるから、うん、放置されてるんですよつまり、うんうん、グレタマさんって初めてじゃない、こんにちは、なんだろう錦鯉風にってありがとうございます。どこまで話したかな。あそうそう、あのね、うん、だから人間なんかねタバコやめれない時ってニコチンの中毒の恐ろしさっていうよりは、うんうん、習慣の、あの壁を乗り越えられないからやめれないんですよっていうことなんですね、うんうん、じゃあ、うん、習慣って、うんうん、まあどうやって、うん、あのなんていうかなあの、うん、この乗り越えてね、うん、タバコをやめたらいいんだろうと、うん、いうことになりますけど、うん、ねこれ僕の方法なんですけど、うん、まず、うん、一回タバコをやめたらね、うん、大体1日経ったらニコチンは体内から消えると話しましたね、うん、だからニコチンつまり化学物質とか、うん、あのそういったものの力に負けるのではないと、うんうん、だから、うん、習慣をどうにかすれば、うん、あの禁煙できるんだ、うんっていうことです、うん、でこの習慣で
このね、タバコ吸いたいって体がもううずうずして、あのからニコチンを欲するとき、これはね衝動がある、衝動が来るじゃないですか、あ吸いたいなと、今吸うとうまいだろうなみたいな、ところがこの衝動ってだいたいまあ5分ぐらいしか続かないんですよ、10分も20分も30分もうおーって、あの吸いたいってないんですよね、経験上、一瞬だ、そのね、一応一瞬ですよ、数分で終わると思う、例えばあ吸いたいってしばらく我慢して、例えばあのなんかまあ YouTube の動画とかが好きだったら、何か自分の好きなものが始まったりしたら、それに気を取られてタバコのことを忘れるはず、まあその程度のものなんですよ、だからこの強烈な衝動が来る5分をどうやって、まあやり過ごせばいいかなっていうことさえ考えたら、一生禁煙できるということなんですよ。それで世の中の人は、あのよく飴を食べたりガム噛んだりするとかさ、あのそういうのが増えて逆にめっちゃ太ったとか、そういうこともよく聞くから、僕どうしたもんかなと思ってたんだけど、コンビニ行ったんですよ、なんかいいのないかなと、この5分を乗り越える何かないかなと思ったら、コンビニで乾燥昆布が売られてたの、100円ぐらいで、あこれいいんじゃないかなみたいな、だからこれだったら、あのなんて仕事中とかでも、あのガムとかだったらくっちゃ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 して、あのお客さんの前に出れないけど、乾燥昆布だったらちょっと隠れながら食えるなと、であの速攻飲み込めるだろうし、噛んでたらこれいいんじゃないかなと思ってね、あの買ったんですよ、でそしたらあの効果てきめんなんですね、タバコ吸いたいなと、あ来たなと、衝動が来たなと思ったら、一応1枚噛んで、もぐもぐして、まあ、何かしてたら、いつの間にかなくなってるわけ、吸いたい衝動が、乾燥昆布ってスコンブとは違うんだよね、あスコンブとはちょっと違う、スコンブはちょっと酸っぱいからね違うよね、そう乾燥昆布ってありますよ、でその5分を我慢し続けると、まあ3日経ち、1週間経ち、1ヶ月経ち、なんかだんだんいつの間にか乾燥昆布なしでもいけるようになるわけですね、乾燥昆布習慣にならないかったなそれにならない、そうね、中毒性がなかったんでしょうねそっかそっかそっかそうそうそう、グレタマさん、タバコは中2で卒業、偉い、あおめでとうございます、お金を無駄にしなくて、ね、済んだですね、そうね、ほんと、あとはヒカルさん、宮古昆布って書いてあるね、あ、商品名ちょっと覚えてないけどね、あのまあまあ乾燥昆布、はい、いい感じです、あとちょっと言い忘れたけど、その金銭的なダメージも、あダメージっていうとちょっとオーバーかもしれないけど、タバコって、あの消えるのはタバコ代だけじゃないんですよ、タバコ代と、絶対飲み物増えるんで、飲み物も増えるっす、だから僕当時辞めた頃はそんなにお金なかったから、あのねちょっと多めに見積もったんだけど、まあタバコ買って、コンビニ入って、そのジュース、1日に2本ぐらい消費するとしたら、なんかねまあ月に1万5000円から、まあ2万3万って消えてるんじゃないかなって計算出したんですよ、今だったらもっといきますよね、なんかタバコの単価が倍になってるから、だから、あのタバコをやめるとそれだけのお金が増えるというのも考えてね、よしやめようって言って、あのやめれたんですね、まあ、あの乾燥昆布はこう僕なりのやり方ですよ、僕はちょうどよかった、乾燥昆布ってあの100円ぐらいしかしないんですよ、でもめっちゃいっぱい入ってるから、ちっちゃいんだちっちゃいちっちゃい、なんかビニールっぽいやつに入って、そうそうそう、で僕がすごいやって本当に良かったなって思ったのは、あの
禁煙に失敗したことが、うん、あの超大きな財産だったんですよ、うんうんうん、なんでかっていうと、うん、こうやってタバコの勉強した後に、うん、じゃあ僕どんなタイミングで禁煙に失敗したかなって思い返したりしたんですよ、うん、あそういえばああいう時に吸いたくなるなとか、うん、なんかちょっと頑張った後に、うん、あ頑張ったなと、うん、頑張ったなとかって言って、うん、なんか何かの区切りを自分で勝手につけたりして、うん、そこでまた始めるとか、うん、そうやって自分がいつ失敗したかなっていうのが、うん、あのすごい貴重なデータとして自分に残るわけですよ、うん、だから、うん、あの飴玉でもガムでも、うん、その昆布でも、うん、どんなでもいいんだけど、うん、じゃあこの習慣この毎回の5分を乗り越えるためにコツコツ頑張るするじゃないですか、うんうん、でも自分の折れる時、うんうん、あの禁煙に失敗するタイミングっていうのはいつかやってくるわけですよ、うん、あここだなみたいな、ここであの吸わなかったら大丈夫だなみたいな感じで、うんうんうん、そのままコツコツ続けたら、うん、まあやめれます、うんうん、なのであの禁煙ってね、うんうん、何回かやって失敗しておいた方がいいですよって僕は思う、うん、すごい財産になるから、うんうん、という感じ、うん、何回目のチャレンジで覚えてないな、まあ、結構ちょこちょこやってたんだ、人並みにやってたと思う、うん、3回4回ぐらいは失敗してるんじゃないかな、うん、でもさ例えば禁煙してさ、うん、結構長く続いたのに、はい、また吸ってしまった時にこの罪悪感、うん、あ僕罪悪感ないんですよ、あなかった、じゃあいいんだ、うん、あこれはね、うん、また心とか生き方の話になるんだけど、うんうんうん、自分であれをやっちゃダメとか、うん、これをやっちゃダメとか、うん、こう決めていくとね、うんうん、うん、人にも当てはめるわけですよ、うんうんうん、あなたはこれをやるからダメな人みたいなレッテル貼り、うんうんうん、まあオーバーに聞こえるかもしれないけど、うんうん、でも楽に生きるためには、うん、そういうルールって、うん、極力少ない方がいいなと思うし、うん、そういうルール自分でね、うん、そういうルールが少ないと、うん、自由に生きる度合いが増すんですよ、うん、なんでかっていうと、うん、自由って僕は許すことってたまに言うんですけど、うん、そのね自分も他人も許せば、うん、何々をしてはいけないがどんどん減っていくんですよ、うん、そうすると、うん、なんていうの、うん、常識に縛られないで、うんうん、なんていうかな、例えばタバコをやめたら、うん、一生吸っちゃいけないよね、うん、ではないと、うん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 、ではないと、うん、少し緩い生き方ができる、できるようになったんですけど、うん、ではないんだなと、うん、人生の目的は人生を楽しむこともあるだろうから、うんうん、すごく吸いたい時とかすごく楽しめる時に吸うっていうのは、うん、それはまたいいのではないかなと、うん、でその、うん、なんていうかな、吸っちゃダメなんだとか、うん、そう思ってたら、うん、禁煙失敗したりした人も、うん、なんでお前もったいないじゃないかって責めるじゃないですか、うん、責め、うん、まあ、うん、なんていうのかな、ちょっと難しいけど、はい、どうやって表現していいかわからないけど、うん、まあ緩く生きると自由に生きられるようになるんですね、うんうん、まあ、そういう考えもあって、うん、僕タバコをやめた後も、うん、タバコを悪だと決めつけないで、うん、生きたんですね、うん、まあそんで年に1回ぐらいはいいかと、うん、これぐらいで死なんだろう、死なないけど死ぬかもしれんけど分からんけどまあそんな感じで、うん、いやでも楽しめたら一応勝ちじゃん、うん、みたいな、うん、楽しめたらすごくそれはそれで幸せだと思うから、うん、だからね、禁煙した後でも一回タバコを吸って自分はダメだじゃなくて、その一本ですごく僕はこの時間豊かに過ごせるんだとか、うん、思って吸えば全然いいんじゃないかなみたいな、うんうん、
ダメだ、うん、私はなんて根性なしなんだと思いながら吸うと、うんうん、それはまずいかもしれないけど、うんうんうん、まあまあそんな感じでね、うん、別にそう自分を責めることはなしで、うん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 、まあやめれるのかなと思いますね、うん、まあやめたとしてもまた吸うかもしれないし、それは分からないってことだもんね、うん、別にそれ もう一生やめなきゃみたいな、あそうすると余計にまたなんか縛りつけちゃって、うん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 、何かが、まあ確かにその通りなんですけど、うんうん、でもね、うん、禁煙って一生続く活動なんですよ、うんうん、なんでかっていうと、うんうんうん、こうやってその都度その都度の5分を乗り越えて、うんうん、もう何年も、うん、生きてても、うん、脳はタバコの味って覚えてるわけ、うん、だから、うん、美味しそうとか思うし、はいはいはい、そっか吸った時にあ美味しいじゃんって判断できるじゃないですか、だから脳ってこれ忘れることはないんですよ、うん、一生覚えてるんですよ、うんうん、だから、ね、だから一応禁煙って一応一生続くとか言われるんですよ、まあでも吸いたかったら吸っていいんじゃないかなと思うし、そうかもね、まあ、ただ僕はまあ、デメリットというかね、うんうんうん、そうちょっとね、うんうん、健康のためにいろいろ考えることもあって、うんうんうん、それでもうそろそろいっかなみたいな、うん、久しぶりにタバコ楽しんだし、うん、すごい楽しかったから、うんうん、いっかみたいな感じでやめようと思って、うんうんうん、やめた。あ、そうそう、うん、いっちゃん大事なこと言うの忘れてた、うんうん、やめる時の共通点が、うん、やめれる時の共通点、うんうん、それはね、うん、どんなに手持ちのタバコが残ってても、うん、あやめようと思った時に、うん、全部ゴミ箱に捨てることが一番大事、うんうんうん、僕が初めて禁煙に成功した時は、うん、もう半分以上残ってたタバコの箱をハサミで真っ二つにして捨てたんですよ、うんうん、で最近禁煙した時も、うん、葉っぱフィルター、うんうん、その紙、うん、いろんなの残ってたけど、うん、まとめて全部捨てたんですね、うん、もうタバコをやめる時っていうのは、うん、これを吸い終わってからとか、うん、そういう区切りの時じゃないんですよ、うん、タバコをやめる時は、うん、もう今だなって決めて、うん、ちょっと辛いけどって思いながら、うん、今持ってるのをバサって捨てるんですね、うんうん、それが正しいスタートの切り方なんじゃないかなって僕は思います、うんうん、だって、うん、これ吸い終わってからって言って成功したことは一応経験上一回もないから、うん、多分これはまあ、うん、やめれない考え方なんだろうなみたいな、うんうん、っていう感じになってますね、はい、勉強になりました本ありがとうございます乾燥昆布と、そう乾燥昆布、ね、そうそう、うん、ニコチンはそこまで敵じゃないんで、うんうんうん、1日我慢したら、うんね、そう体内にはもうないから、うんうんうん、禁断症状そんな起こらないと、うんうん、あとはもう習慣ですね、うんうん、5分我慢したら一生やめれますということですね、うんうんということで、そろそろエンディングのお時間ですね。今日なんか早かったですね。ね、なかなか面白かった。ありがとうございます。本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。アシスタントは渚さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ミキサーはアキラさんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました、はい。パーソナリティはトーマでした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
今日連結終わります。はい、あ、どうしよう、僕パソコン